後半に入って試合が動きました。これ打つモーションまでの前が北澤さん、とにかくキレキレでしたね。そうですね、ドリブルでゴール前に持ち込んでね、普通はちょっと焦ってしまうところなんですけどもね、はい、ついて確実に決めてきましたよね。そうですね、